らが周東さんですね。おそらくキャラクターは、はい、あー、いいですね。マイクの感度が悪いんで、かなりチャメで喋らないと聞こえないみたいですね。あ、はい、実況に入っていただきましょう。ダブルバッテリーと申します。よろしくお願いします、はい、お願いします。これも、スクォーターファイナルです。あ、なるほど。ステージが終点。まあ、ピクオリはシュートンさんですね。なんで、はい、痛すぎるワンコンボ 47% 下まで行って武器を飛ばせるが、ここにバルブ行きはかなり強い。差し出して上に後ろ、相手の空中攻撃で負けてしまう。そうですね。それはそれでちょっとやりにくいというか、判定としてはチコの扱いになるんですね。そうですね。まあその分、あとちゃんとそれ、あ、その弱さというところを、はい、カバーして一応いろいろと勝っているのが周東さんですから、技同士が勝ち合いというような戦いをしてます。白が絡んで痛いが、白を剥がして次に投げて、さあ、紫ピクミン2体あるので、これはそうですね、夢スマッシュとか体を転んだら結構やられ違います。そうですね。しかし回避が無敵に空中当てて、さあ 69%、 これはミュウチュウとしては結構嫌なパーセントですが、まだ怖いですね。そうですね。先ほどから両方だか、おっと、あと少しのところで殺力に何回も低い組で当てる時が惜しかったですね。今のは早くも 64%、流れがかなり金のコンパクトディズナーに来ているので、シュートにはちょっと引きたいところ。そうですね。さあ、コンパクトさん追いついてきますね。あ、そうやって飛び道具、はい、飛び道具に対してそうやってリクをタッチ使えるんですよね。そうですね。そこで踏みを決めて今のすごかったですね。ミエスのジャンプ回避をとがめてかなり難しいですね。進めてきました。シュートにも一応英語は話せるので、たまに一応チャット見ると視聴者が英語を話す人が割といると思うので、私は英語わかんないので英語の質問とは分かってします。あ、はい、じゃあたまに言うときますね。はい、お願いします。コンパクトブーツがかなり押せ押してバックかなと思ってからの抜群の読みを通して白が通ったので、ちょっとこれコンパクトにやりにくいですね。そうですね。白ピクミンは試合開始には結構強い、ダメージ取ります。そうですね。ダメージが上がっていくゆえに、ピクミンが攻撃 あまり攻撃しないというのですね、はい、張り付きの時は。横スマ、おっ、これは痛い。さあ、崖を蹴上がりアタックですね。青ピクミン2体ですけど、これは、まあ、自然になくなって。さあ、ピクミン何も使ってみないですよ。ピクミンない、これは痛い。
付けはないですね。さて後ろから崖際怖いね。さあ回復まだですね。まだギリギリ耐えるっていうものの、ここで倒していきたい。気がうまいっすね。セリフマッシュ。よかった、出してきた。これで2-0でシュートの勝